そう筋肉の落ちを感じるんすよ。おお<ー>。急激な。はいはい。まカレーもあるし、うん、やっぱり運動不足だし、うん、なんかね、疲れやすいなとか、あと、昔比べて、夜、夜になると仕事に集中できないんですよね。はい。疲れてんね、それ。若い頃って、そう、9時、10時ってさ、まだまだ仕事に集中できたんだけど、うん、今もう、8時過ぎると、なんかもう、 グデって横になっちゃいたくなっちゃって、はいはい。そういったなんかもう、筋力足んないんじゃないかなと思って、うん。こうやって、ただ、ちゃんと座ってる腹筋、背筋がないんじゃないかなと思ってさ、と思って筋トレとかをすごいちゃんとしてるようになってさ、筋トレは何をしてるんですかベンチプレス。あのね、そうそういうやつ、ティップネスとかに行って、うん、しっかりこういうのやるっていうバーベル系、自重じゃなくてバーベル系を。そうそう。で、あのー、スクワットとかさ、うん。ベンチプレスとか、 太もも、お尻、胸とかの大きな筋肉をちゃんとやった後にあの有酸素運動やるみたいなことをやってるね。でもそれぐらいやってもなんかね、前に比べると落ちてる。進捗を感じないんだよね。直近行ってやった流れを教えてください。まず着替えて、靴、替えて<で>、うん、着替えやるじゃん。うん、着替えして、うん でティップネスのいいところって、スタジオレッスンってあるんだよね。<う>スタジオの大きな部屋に20人、30人一緒になってで、音楽に合わせてこのベンチプレスやるみたいなんだよ。へー、あいいじゃん。そういうのいいところって、みんな一緒だし、音楽、そう、そう強制的にできるわけだよね。あの先生が前にいて、その人と同じようにやんなきゃいけないから、うん、まあなんとなく、普通にできちゃうので。えー、ちょっとそれいいね。それめちゃめちゃいいよ。 あのパワーラッシュっていう名前なんだけどね。ー。<Okay. S 1> 旧パワーラッシュ。今なんだろう。ムーブ、メイク、ムーブボディパワーってやつかな。それすごくいい。本当だ渋谷でもあるし。だ僕ね、<ん>あらゆるティップネスのムーブボディパワーをやりに、都内中回ってるんですよ。へーあの。ティップネスって一つの会員になると、あちこち都内行けるので、<ん>あの、週に3回ぐらいムーブボディパワーをやりに、都内のティップネス回り、 で45分間、大きな筋肉を鍛えられるんですよね。うん。ヘロヘロになりそう。で、もうそう、最初の1回、2回とか、最初の1週間、すげえつらいのよ。うん、終わった後も筋肉痛がいきなり来る感じで、階段降りるのもつらいぐらいなんだけど。いや、なりそう。うん。それが、まあ、2週目、3週目になると、全然余裕になってきて。へーすごいじゃん。ちょっと進歩を感じるけど、うん、でもそれ楽しいよ。で、45分間そうやって運動した後に、あのー、 ランニンニグマシーンで傾斜つけてちょっと歩いて汗を流して、うん、でその後ティップの吸いところはあのお風呂と水風呂があるんだよねちゃんと、ね、あとサウナもあるからさ<ー>そこで交互浴をしてすっきりして指紋屋に行くっていう流れなんですけどねムーブボディシェイプムーブボディパワーパワーかパワーは分からんのシェイプはあれだねなんかシェイプはね有酸素運動系だねそう,そうだねうんへえ そのね、スタジオレッスン、グループレッスンっていうのはすごくいい。やっぱ僕ら一人でやってもさ。やんないしできないよね。続かないじゃないですか。続かない続かない。だからその強制的にみんな一緒にやるレッスンですよって方に入った方が続くんだよね。うん、それ最近僕は意識的にやって、うん、なんかそのリモートワークでさ、一人で机に向かうとなんかもうグデグデでベッドでやろうなっちゃうから、そうならないように腹筋背筋をちゃんと維持して、ちゃんと一日机に向かおうかなっていうふうに。 やってますね。ふうん、どう探してもムーブボディなんとかがないから、鳴海さん騙されて知らない人に, <laughs> と一緒に知らないとこに入っちゃって大丈夫？どう？検索したい？毎週行ってんだけど、ムーヴボディパワーあるでしょ？だって。どう？検索しても出てこない。フィットネスクラブティップネスだよね。オレンジ色のロゴのやつ。そうそう、そう、そう、え全くないんだけど、なるみ先輩。 いやあのムーブボディっていうのがまあおっきなカテゴリーなんですようんうんその中にシェイプとパワーとあ本当だあったあったあった危ない、ね、すっごい奥の方にあったわうんでンンシェイプっていうのが、まあ、有酸素運動系パワーっていうのが筋トレ系ファイトっていうのが格闘技の動きをするっていうやつだねへえ本当だえこれちょっとムーブボディシリーズが超いいよへえサポーテッドバイライオン株式会社ってどうなってんだろうなんかもらえんの いやよくはあでもね、インストラクターの着てるウェアに、うん、ライオンの、なんだろう、ロゴ入ってるソフ,ソフラン C みたいな、なんかあ。そうそう、ソフラン C がサポーテッドバイになってるよ。商品のロゴが入ってるね。僕らみんなあの、インストラクターに注目してんじゃん。まあ確かにずっと見られてますソフラン買っちゃいそうなんだけど。ここ、ディップネスの広告担当とか、ライオンの広告担当を切り取った方がいいな。うん そうそうそうまあ見るよねずっと見るよね当たり前だけどインストラクターのウェアにあのプロテインのコックというか消費のが入ったらそれ買っちゃってそうじゃんだってもうずっと見てなきゃ同じ動きできないんだからさめっちゃ見るのよでもさハッピーな時と結びついたらいいけどもう嫌だもう嫌だってめちゃめちゃ苦しいからな早く帰りたいとかするのその印象とさうん クソソフラン使命みたいになるんで <laughs> そうそうなんかマッチする方がいいよな、うん、なんかあのゴキジェットとかさ <laughs> <が>い<や>クソやっつけてやるみたいなそうかな違うか <laughs> いや俺も何気にソフランというのを覚えてたのそういえばだってね今パッて出てしゃべって出てきたからね、うん、すごいねあとスーパー,ーナノックスあそういうのもあんのか確かに僕らは本当にインストラクターめちゃめちゃ見てるからコック効果ってあるっちゃあるのかもね どどどどどどドんぐりえへム,ム,ム,ム昔僕がかやくにいた時に僕の上司が一年中同じ T シャツ着てる人で柴田さんっていう人で胸にしなんか「柴」って書いてある T シャツを毎日ずっと着てたんですけど真冬もね、うん、ちょっとなんか面白いからなんかできねえかなっつって。 天下に僕提案書持ってってて、うん、スポンサーもらってそのロゴ天下の、うん、マークに変えてあのその代わり天下もいっぱいもらえますみたいな,なんかそういう面接に来る人が絶対にこれに見てきて一言二言喋ることになるねみたいな広告効果で何人なんだそれ見るやつ <laughs> <laughs> 1日多くて34人だよね <laughs> <laughs> それはまあ広告費天下5個やったらまあいいかう <laughs> ん <laughs> <laughs> っていうのを昔やったことありますね。なるほど。へー、ティップネスで運動してるのにハマっているなるみさん。最近、割と意識的に頑張ってることですかね、これはね。これいいなみんなでやんのいいなそう、みんなでやんなきゃね、続かないってことでも気づいたよ、最近。ティップネスで僕今一番おすすめなのが、うん、駒沢大学店ですね。ああ、24時間じゃん。ティップネス駒沢大学店でね、一番新しいところで、うん。 もうねめちゃめちゃすごいのがお風呂。<う>お風呂がバカでかくてで、もちろん大きな湯船があって、うん、サウナがあって、さらに大きな水風呂17度なんですよ、水が。へ低めの温度で。それいいじゃん。で、深い水風呂が。僕らの身長でいうと、胸のぐらいまで来る深い水風呂で。それってゲストないのゲストで行きたいわ。まあ、ゲストで行くときは、多分一1回2000度は取られちゃうんだよね。 ありお,お試しゃったらいいと思うけど、うん、行ってみてそのお風呂マジすごいから、うん、あれ見ると普通に会員になった方がいいなと思っちゃうえこれって何なる成美さんどこの店舗でも行けんのそう僕1万いくらの1万2000円ぐらいのプラン入ってて、うん、そうするともう全国どこでもディフェス行ける<ー>プランなんですよなのでそのムーブボディパワーが駒沢大学やってるって日は 駒役に行ってあっ毎日夜に入ってくるっていう何今日はここ今日はここみたいな感じでやってるってことそうそうそううん,ふん例えば月水金で行きたいと思ったらあ月の,こいあの月はここに行った方が一番都合がいいなとか時間的にふんふん水は練馬行こうとか金は渋谷行こうとか割とばらけるんですよねへえほんとだ駒沢 ティップネス界で最大級の大きさだって。めちゃめちゃすごい、サー<の>大学は。ーーね、うん。もうね、その辺の銭湯で全然いいですからね。満足度はもはやスーパー銭湯って書いてある。うん。水風呂がね、本当にすごかった。へえ、いいなうん、いいよ。水深90センチだ。すご本当だ。うん。すごくない ?90 センチって。結構深いよ。本当だ。しかも温度も。 水風呂って20度ぐらいが多いんだけどさ、うん、そこ16、17度だから、結構冷たい。こういうのってさ、低くしろってプースかプースか言うけどさ、多分一度低くするのにさ、うん、なんか月々5万円違いますみたいな、多分そういう感じだよね。<laughs> あるんだろうね、うんうん。コストはかかんだろうね。はあ、すごい。うん。行ってみたいなぜひね、ティップネスで僕見かけたら。 マーティンっていうアイコン作ってもらうと。いや、いやじゃないそのまステッカーが。いい。やじゃな僕はこうやって運動してる。マーティン。マーティン。いや、僕は違います。今ちょごめん。すいません、今ロッカーに置いてきちゃって、ステッカーをつって。<laughs> 銭湯で。ふうどんどん。マーティン。<laughs> いやじゃない <laughs> フルチンドさで、ね。今思い出したけどさ、うん、これ前行ったかったかな前お風呂入ってたらさ、銭湯で。うん 湯船の中で声聞かれたって知らない。行ってない行ってない。いないあのー、草加にさ、草加、うん、健康センターはいはい、あるね。っていう、割と有名な銭湯あるよね。あ,うん、あのー、北千住からちょっと行ったとこにあるやつね。うん、割と有名な銭湯だけど、僕そこでさ、有給取って、のんびり平日の昼にお風呂入ったんですよ。うん、あのー、サウナ入って、外の水が入って、うん、最高だなと思ったら、 その湯船の中にいた人から、成みさんですよねって言われて、<え>いつもどんぐり聞いてます。<laughs> <laughs> えと思ったら、よく見たらその人、確かに裏どんぐりとかよく見かける人だなと思って。<laughs> あもう知ってる顔だったんだ。俺もどっかで見たことあった、うん。おっさん。<laughs> <っ>なるほどね。通称おっさんっていうね。僕らも認識してるリスナーさんで、うん、びっくりしましたね。<laughs> いや営業途中で寄りましたっつってサボりじゃないかそっちはって、ね、<laughs> <laughs> あったなぁと思って成美さんは分かりやすいよね僕,<う>僕結構僕結構わかんねえと思うな <laughs> 声でわかんのかな声じゃわかんないか喋ってないもんな別にでも銭湯の湯船の中でわかるか普通っていうね湯船の方がわかんじゃない長時間さうん観察できるじゃんそっか長時間見れるからか すれ違い様とかの方が、まあ、確かに全身毛が濃いなみたいな <laughs> 情報も増えるしね、うん。そうだね。僕はあんまないかな。うん。まあ、なるみさんわかりやすい気がする。まあ、ひげが濃いとかでわかんのかな、うん。そんななるみさんにおすすめのちょっと待って何 <laughs> 待って待って。頑張ってる話じゃなかったっけこれ。そう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 。うん。何をこ夏目さんは。うん,うん、うん、何を頑張ってることがあるの。 <laughs> 私,に私が何を頑張ってることがあるの <laughs> <laughs> 何まあないよね。うん、そんな成な美さんにおすすめの YouTube アカウントがあります。はい。チャンネル登録者数1600人。高正さん。これまだ少ない、少ない段階じゃないですか。そう、今のなんかね、そういうの早めにやっとこうと思って。うん。ちょっと成美さん、一回、どれでもいいから見てみてショートしかないから、多分はい。じゃあ。 経老の日は何かかかししままたかっててやつを見てみようかなまあ途中でそんぐらいでいいじゃないですか。うん、でそれ以外もちょっと見てみてください。えこれ何なのこれじゃあ例えば一番直近の大事なテストが明日にありますとか、うん、見てみてください。4割を僕3つぐらい今見たんですけど全部筋トレの話はし,しないですね。<laughs> <laughs> 大事なテストがあるんだけどどうすればいい点,いい点取れますか筋トレですねってやるし「敬、うん、老の日は何かしましたか?」 で日,の日はやっぱね老人のために筋トレしましたみたいな筋トレのことばっか言わんばっか言うんですよ <laughs> この坂政さん何かというと結構な数の動画があるんですがすべ、うん、ての質問に対して「あそれは筋トレですね」っ <laughs> てもう32秒で落ちに来るんだろう落ちが早いし <laughs> いやこれさ何水戸肛門って8時45分に、うん、あの肛門を出すわけですよ <laughs> まあそうですね。うん。それが分かっているから楽しいんですよ。ほんの松さん、新しく動画がアップされて、お面白いな、見ようかなと思ったときに、質問があって、なんて答えるかな、筋トレですね。おお。うん、<laughs> それで面白いか、これ、<laughs> 本当に。<laughs> これさ、なんだろう。筋トレがすべてを解決するっていうチャンネル名ですよね。うん。チャンネル名なのかなうん、まあコピーというかそう、ね、キャッチプレズ。うん、キャッチプレーズ、そうっすよね。 筋トレの動画を撮るわけじゃないんだ。うん。質疑応答。質疑応答で、しかもそれが筋トレですね。で終わるんだ。うん。よく1600人がこれを登録するよね。そう。この人自体は本当に筋肉がすごいよね。すごい。うん、なので、なるみさんに、ティップネスインてルなるみさんにおすすめする YouTube チャンネル。夏つめぐ YouTube チャンネルおすすめ。うん。高松さん。なるみさんがちょっと何かに悩んだときに、 これ同同じ質問なんんか私が悩んでるとの同じだなんだろうなと思ってクリックしてもらうとなんか回答もらえるんで <laughs> ちょっと一個また見てみいいですか納豆、うん、をカーペットに落としてしまいましたどうやったらキレできますかなんて言ってるえっと筋トレって言ってる <laughs> ほら納豆をカーペット落とした納豆をつまみきれない自分に問題があるっつってほら筋トレすれば拾えるって言ってるんですね ほ <laughs> らもうちょっと面白くなってきちゃったでしょ <laughs> ほら何なんだよこのチャンネル本 <laughs> と <laughs> ぜひ皆さんもねこの<う>ちょっとなんだろうな何か困った時はこの動画を見ていただけると西江社長と令和のトラコラボの天岐阜祭はどうやら当選しますか筋トレですねって言ってます <laughs> <laughs> 絶対違うだろう <laughs> ほらすげえなこれ毎日こんなことやってんだ ぜひあなたも困った時にはこのチャンネルを見て,ていただけるとああこうやって解決するんだというのが分かります。